こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、僕が今月買って良かった服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルでは基本的にこうユニクロだとか無印良品、グローバルワークだとか、このあたりの比較的リーズナブルな価格帯の服をですねご紹介したりだとか、あとはそういった服を使ったコーディネートをですねお伝えすることが多いんですが、たまにはですねそういったお洋服だけではなくて、僕自身がプライベートで買ってるお洋服なんかも皆さんにご紹介するのもいいかなということで、今回はこういった動画を撮ってみようかなと思うんですね。ただですよ、正直ユニクロだとか無印の方が見ていただける方ははるかに多いんですね。それよりも僕自身の買ったものはそんなに興味がない方が多いかなと思うんですが、いろんなファッションのテイストをお伝えすることもすごく大事だと思っていますので、おしゃれ初級者の方から今後ちょっとステップアップする上で、こういったお洋服あってもいいかなっていうものだとか、知っておくといいなというブランドをですね、今回ふんだんにですね、取り入れながら動画を撮ってみたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。皆さんもすでにお気づきだと思うんですが、最近ですね僕ヘアスタイルが思いっきり変わったんですね。長年おでこを出すような大体6-4ぐらいで分けるヘアスタイルをやっていたんですが、最近ですねちょっと気分を変えようかなということでパーマ強めにかけて前髪下ろしてるんですね。そうなるとやっぱり似合う服のテイストも変わったりだとか、普段のコーディネートとはまたちょっと違ったアプローチが必要になってきたりして、意外と日々の着こなしがより楽しくなったんですね。なので今回の動画では新しいヘアスタイルになってから初めての私物のですねご紹介ということで、僕もですね楽しみながら皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的に今月買って良かった服皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、最近暑いので今月はですね結構 T シャツだとか小物系が多かったなと思うんですね。よくおしゃれは我慢という言葉がありますが、10代、20代、あとは30代前半ぐらいまではそれなりに我慢もできたんですけども、30代後半ぐらいになってからはですねそこまで我慢ができなくなってきたんですね。なるべく快適さだとか心地よさというところを重視しながら、その中でおしゃれ感を楽しめたらなというところで、僕自身はですね結構 T シャツのスタイルも個人的にはよく楽しんでいるんですね。そんな中ですね、今回買って良かったものの一つ目は今僕が着ているこちらのプリント T シャツなんですね。ちょっと立ってみましょうか。立つとこんな感じですね。こちらはスティルバイハンドというブランドのですねプリント T シャツになります。ベースはですねちょっと緩めのサイズ感の白 T なんですね。そこに対してこのような長方形のプリントが施されているのがこちらの T シャツの特徴になります。で、この長方形のプリント自体はブルーとグレーを混ぜたようなすごく曖昧なカラーで、この色合いだけでもなかなか雰囲気があって素敵だなと思って購入したわけなんですが、この長方形のプリントに対して見えますかね、ここに刺繍が入ってるんですね。このような細かな違いというところがまさにスティルバイハンドらしいなというふうに思っています。このスティルバイハンドというブランドなんですが、いわゆるドメスティックブランドと呼ばれるような国内での丁寧な生産を行っているブランドの一つなんですが、ブランド名にある通り手作業のぬくもりだとか丁寧さというところをですねすごく大切しながら作られているのが特徴で、こちらの T シャツも派手さがあるわけではないんですね。ベーシックでなおかつ使いやすいようなデザインなんですけども、その中にちょっとした違いだとか美さを楽しむようなそんな要素が散りばめられていて、なかなか素敵な仕上がりになってるかなと思います。で、サイズ感もちょっとゆったりめではあるんですが、かといって大きすぎる感じではないんですよね。結構ドメスティックブランドって大胆に大きいサイズのものも多かったりするんですが、スティルバイハンドは割とですねベーシックなサイズ感プラスアルファのちょいゆるぐらいなので、かなり使いやすいかなと思います。で、価格帯もですね決して安くはないんですが、セレクトショップのオリジナルに少し足せば買えるぐらいなので、ドメスティックブランドのジャンルの中では割と買いやすいところも個人的にはすごくいいなと思う点なんですね。この T シャツすごく気に入ってるんですが、ちょっと緩めのサイズ感なので1枚で着てもちゃんと様になりますし、あとはこういった T シャツというのは結構重ね着の時に重宝するんですね。例えばこの上にですねこのようなブルー系のシャツですね、こういったものを重ね着するとまた雰囲気が良かったですので、ちょっと着てみたいと思います。
はい、ということで上にですねシャツを羽織ってみましたがどうでしょうか。まあ、このようにですねシャツだとかアウターの内側に使ってあげるとプリント自体の見える分量もかなり減りますので結構ですね大人っぽく着ることができるんですね。なのでプリント T シャツ僕は結構使える範囲も広いし、あとは季節で言うと夏はもちろん使えるんですが春だとか秋だとかも使えるので3シーズン活用することができるので、まあ結構1枚持っておくと便利なアイテムかなと思います。大人に似合うようなプリント T シャツってなかなか見つけるのが難しいので、まあぜひ皆さんもですねちょっとスティルバイハンドのプリント T シャツは数量が少ないので同じものを見つかるかどうかわからないんですが、まあぜひですねこういったものもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、僕が今着てるこちら、またしても T シャツなんですが、今度はボーダーの T シャツですね。こちらを購入しました。先ほどご紹介、スティールバイハンド、こちらも実はですね、同じブランドのものなんですね。全く別のお店で買ったんですが、これもすごく良くて、個人的に気に入っているんですね。まあ、天竺素材の T シャツで、肌触りがすごくいいのと、あとはボーダーのこのピッチの細かさですね。これが最大の魅力だなと思っていまして、ちょっと立ちますね。まあ、遠目で見るとあんまりこうボーダー感がないぐらいですね、かなり細かいので僕はですね大人っぽく見えるようなボーダー T シャツとしてこれはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、よく見るとですねブラックとホワイトの2色で構成されているんですが、かなりピッチが細かいので遠目で見るとちょっとライトグレーっぽく見えるというところが個人的にはなかなか面白いなと思ってるんですね。まあ、今年は結構いろんなブランドからボーダーのですねカットソー出ていまして、まあ、旬なアイテムの一つかなと思うんですが、大胆なピッチの太さというよりは、このようなちょっと上品見えするようなボーダーの T シャツがまさに旬かなと思います。これはなんかボーダーなんだけども、そんなにこうカジュアルに見えすぎないので、一枚で着てもいいし、やっぱり先ほど同様にですね、重ね着の際にこのボーダー T シャツもめちゃくちゃ役に立つんですね。例えば先ほどのようなシャツを上に着るのもいいかなと思うんですが、今季これまたですね、トレンドアイテムの一つとなっている、このようなスキッパーポロですね。これ先月の購入品で皆さんにご紹介してるかなと思うんですが、スティーブ・アーランのですね、スキッパーポロ。これはですね、割とこの V ゾーンが広めに捉えていて、下に着ている T シャツが見えるので、こういったものと重ねた時にめちゃくちゃ相性がいいので、ちょっと重ねて着てみたいと思います。はい、ということで着替えてみましたが、いかがでしょうか。ボーダーのカットソーの上にですね、スキッパーポロを着ると、結構 V ゾーンが広いので、この隙間からですね、ボーダー T シャツが見えるんですが、まあちょっとライトグレーっぽく見えるので、上に着ているスキッパーポロ、ダークグレーなんですが、うまくグラデーション効果でバランスよく収まるので、結構この着こなしは僕は好きでよくやっています。で、このボーダーカットソーのもう一つの良さなんですが、結構白パンともよく合うところ、ここもですね、魅力だなと思ってるんですね。まあ白パンに対して白 T シャツ合わせてしまうと、色がつながるのでちょっとこう難しさを感じるんですね。まあもちろん上にですねネイビーだとかグレー系の半袖シャツなんかを羽織ればそれなりに着こなしが成立するんですが、まあどうしてもこの内側がつながってしまうので、まあそんな時にこういったライトグレー見えするようなボーダー T シャツがあるとうまく半袖シャツと白パンのつなぎとして機能してくれるので、そういった意味でもすごく使えるんですよね。ですので僕はこのボーダーの T シャツを着る時には割と白パンを履くことが多いので、まあぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。まあ、スティルバイハンドのボーダーもいいんですが、割と今季はピッチの狭いですねボーダー T シャツ、いろんなお店だとかブランドでも取り扱いがありますので、ぜひお試しいただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、またしても T シャツなので、そろそろですね、ジェディアファッションチャンネルの森さんにですね、いい大人は T シャツ1枚でうろつくんじゃないと怒られちゃいそうなんですけども、やっぱり夏は快適な T シャツが大好きなので、まあ皆さんにもご紹介させていただきたいんですが、こちらはエディフィスで購入したサビニャックフレンチカンパニープリント T シャツというやつですね。これがですね、僕はオンラインでもともと見ていて、まあそんなに気にならなかったんですよ。だけども丸の内のエディフィスかな、そちらに行った時に、まあ、店頭に飾ってあって見てみたら、あ、意外といいかもなということで気になって、後日ですねオンラインで購入してしまったわけなんですね。僕としては結構珍しいんですね。ちょっと立ってみますが、ブラックの T シャツです。まあ、ボディ自体はちょっとゆったりめで、袖長めで身幅もですねちょっとゆったりめの感じなんですが、前から見るとすごくシンプルで、この胸の部分にですねサビニャックという文字が入ってるぐらいなんですね。で、ポイントはですね後ろなんですね。
これバックプリントがなかなか可愛いなと思うんですが、まあ、サビニャックというのはですね、僕も全然知らなかったんですが、フランスの画家の方なんですね。まあ、その作品がプリントしてあるんですけども、ちょっと緩めの雰囲気といいますか、かっこいい感じに振り切ってなくて、ちょっとこうヴィンテージ感あふれるような少し可愛い感じのですねプリントが、まあ、かえって夏らしくていいなということで、こちらを購入しました。厚地のコットンで、ちょっとこう風合いのあるような雰囲気で、プリント自体もちょっとかすれ感があって、なんだか古着の T シャツを着てるような感じもするのが非常にいいなと思っていまして、で、このブラックの T シャツを今季は白パンだとか、あとはもうちょっと季節が進んだら短パンで合わせながら、ちょっとこうアウトドアだとか、外遊びを楽しむ用の T シャツにしたいなと思っています。僕自身ブラックの T シャツ、なおかつこういったちょっと緩めのプリントというのは初めてなので、だいぶ新鮮なんですが、まあ夏場の T シャツって、まあ、結構着る機会も多いと思います。暑い時期が長いので、6月の後半から7月、8月、9月、場合によっては10月の頭ぐらいまで暑かったりするので、まあ、T シャツのバリエーションを増やしたいなと思ってるんですね。その中でちょっとこういったブラックベースなんだけども、ちょっと古着風のプリントの入ったものも僕の中では新たなバリエーションとしてすごくいいかなと思うので、皆さんにお勧めができればなと思っています。まあ、他にもですね、カラーバリエーションとかも豊富なんですけども、割と僕の持っているプリント T シャツって前面にプリントしてあるものが多かったりするんですが、この背中側にあるっていうのも1枚で着た時にすごく映えますし、前から見ると大人っぽいけど、後ろから見ると程よくカジュアル感っていうのが意外とですね、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、こちらシューズですね。久々にですね、革靴と呼んでいいのかな、革靴とサンダルの中間のグルカサンダルですね。まあ、こちらを購入しました。まあ、グルカサンダル自体は僕は今まで何足か購入してるんですが、一番最初に買ったのが2年前の GU で、そこからビューティー&ユースのオリジナルだとか、あとはコンバースのスニーカーとドッキングしたようなグルカサンダル、このあたりも購入しました。まだですね、本格的なレザーのですね、グルカサンダル買ったことはなかったので、まあ、今回ですね、こちら、スティーブ・モノというブランドのですね、グルカサンダルを購入しました。たまたまですね、新宿のスティーブン・アランで買い物した時に初めてこちらを見たんですけども、割とですね、グルカサンダルの中では肌の見える分量が多いようなデザインになってるんですね。マッパー部分見るとですね、ここにレザーのメッシュ部分があるんですが、ここはかなり空間が空いていて、まあ、涼しげに見えるところ、もちろん素足で履いてもいいですし、白いソックスと合わせても結構バランスが良くて、なかなかいいなと思って購入しました。僕自身このスティーブ・モノというブランドは知らなかったんですね。まだですね、2007年にスタートしたばかりのスペインのですね、靴のブランドなんですが、認知度はそこまで高くないんですけども、こちらはベジタブルタンニンなめしの上質なレザーを使ったサンダルで、すごい柔らかいんですよ。結構グルカサンダルって革が硬かったりすると足が当たって痛かったりするんですが、これはめちゃくちゃ柔らかいので履き心地もいいです。表面のしぼ感みたいなところもですね、すごく上品でいいですし、金具もですね、最初からヴィンテージ感が溢れるようなものを使っていたりだとか、非常に作りのいい一足になっています。まあ、グルカサンダルもこだわると、ジャコメッティのですね、上質なグルカがあったりだとか、パラブーツもですね、名作のグルカサンダルがありますが、まあ、そのあたりとちょっと違いを出しながらも、高すぎないグルカサンダルというところでは、スティーブ・モノすごく良い選択だったかなと思います。まだまだ認知度はそんなに高くはないんですが、まあ、これからどうなのかな、有名になるのかもしれないし、ちょっとそこら辺は予想はできませんが、結構スティーブ・モノサイトで見てみると、他にもいろんな素敵なサンダルもありましたし、僕ら世代にも使いやすいものが多いんじゃないのかなと思っています。まあ、最近はレザー系のシューズはあんまり買ってなかったんですけども、ここまで柔らかい素材感のものだったら結構使い勝手がいいのかなと思います。せっかくなんで履いてみますね。履いてみるとこんな感じです。先ほどお伝えした通り、このですね、隙間ですね、割と大きめなんですよ。前部分のレザーのバンドは3本でちょっと太めなんですが、そんなにこう面積が大きくないので、素肌の見える分量も多くて涼しげなんですね。このあたりのバランスがなかなかいいなと思いました。フォルムはですね、丸みがあるんだけども、ぽってりしすぎないような適度なシャープさもあるので、このあたりもやぼったくならないポイントかなと思います。これは白パンに合わせてもいいし、あとは黒パンでもいいし、グレー系のパンツもあるので、かなり使い勝手がいいかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、グルカサンダル、ちょっと今年はいいもの欲しいなという場合は、スティーブ・モノ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いてラスト5点目はこちらですね。バングルをまた購入しました。僕もですね、最近ちょこちょこと買い集めているアダワットトゥアレグのですね、バングルなんですね。まあ僕はですね、冬場はそこまでアクセサリーって多くつけないんですが、夏場ですね、特にこう肌が露出することが多くなってくると、なんかこうシンプルすぎてつまんないなと感じるので、そういった時の味付けとして、このようなですね、バングルなんかをよく使うんですが、まあ今までですね、動画の中でよくご紹介してきたこちらですね、ファンタスティックマンのバングル、これもすごく好きでよく仕事の時につけているんですね。なのでこれは仕事用という形で一つ置いておいて、まあそうじゃなくてプライベートで使えるようなバングルも一つ欲しいなということで、まあ今回はこちらですね、バングル購入しました。ちょっとなかなか遠目で見えづらいので近くで撮ったものもお見せしながら進めたいなと思うんですが、太さで言うと僕がですね持っているものの中ではこのファンタスティックマンのものが一番太くて、そしてトゥアレグももうちょっと細いものをですね持っているんですけども、その2つの中間的な厚さになっていまして、真ん中の部分は厚みがあるんですね。ここは結構ファンタスティックマンと同じぐらい1センチぐらいあるんですけども、両脇がですね割とこう細くなっているので、そこまで主張が強すぎないんですね。でトゥアレグらしいですね、手彫りで丁寧にですね細工がされているのがすごく特徴的で、新品なんだけどもどこかこうヴィンテージ感があるような、そんな佇まいになっているのが、まあ、すごくいいポイントだなと思います。もちろん使ってるうちにさらにですね良い意味で傷がついてきたりだとか、ちょっとくすんできたりするんですけども、まあそういった感じが僕は好きなので、毎回こうピカピカに磨くみたいなことはしないで、まあ味わいが出ていくのを楽しみたいなと思ってるんですね。でこのトゥアレグのですねバングル、すごく面白かったのが、僕の購入したお店だとですね、この形同型なんですけども3種類ぐらいバリエーションがあって選べないんですよ。どれが当たるかわからないというところで、作り手によってやっぱりこう細工がですね微妙に異なってくるので、どれが当たるのかは実際に買ってみないとわからないというところが面白くもあり怖くもあったんですが、まあせっかくなので、まあその自分自身が引き当てたものを楽しみたいなということで買ってみたんですが、まあなかなかですねいい模様が当たったなと思います。せっかくの出会いなので僕はこちらを楽しみたいなと思うんですが、まあトゥアレグのデザインらしいですね幾何学模様ですね、まあこの模様にもですねちゃんと意味が込められているんですが、まあ正直これがどういった意味合いのものなのかはわかりません。ただ丁寧なものづくりの様子というのは結構ですね細かく見てみるとですね、均一な彫りではなくて結構ランダムで、手作業感がめちゃくちゃ伝わってくるのがトゥアレグの良さでもあり、このあたりは結構ですね好き嫌いが分かれるんじゃないのかなと思います。一方でファンタスティックマンっていうのは結構もう精巧にできていて、狂いがなくバチッと仕上がってるのが、この美しさが僕は好きだったりするんですが、一方でトゥアレグはこの手作業の良くも悪くも味わい深さっていうところが漂うところ、そこが良さなのかなと思っています。まあ一つのブランドに固定せずに、いろんなブランドを持ちながら着こなしだとか気分に応じてバングル付け分けるのもですね楽しいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねトゥアレグのアクセサリー、まあ安くはないんですけども、ファンタスティックマンに比べると買いやすいですし、これぐらいのこだわりがあるようなジュエリーがこの価格で買えるのは個人的にはすごくありだと思っていまして、トレンドにも大きく左右されるものではなく、一度買えば結構長く使えるかなと思うので、よかったらチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では僕が最近買って良かったものを皆さんにご紹介させていただきました。もう本当に夏らしいチョイスだったなと思います。 T シャツ3枚と夏らしいサンダル、そして夏だからこそ映えるようなバングルですね。このあたりをちゃんと買い揃えることで、これから暑い季節が長く続くので、まあ、それに向けてね結構補強ができたのかなと思っています。まあ、これからですね街はこうセールに入ったりするので、まあ、ぜひ皆さんもですね賢く買い物をしながら、長い夏ですね、暑い期間に備えた着こなしですね、楽しんでいただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルではメンズファッションの今日をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、今回の動画って、まあ、正直こう僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルの内容と結構近い感じなんですね。ユニクロ GU グローバルワークとかではなくて、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドとか、あとはこういったいろんな専門ブランドですね、靴だとかジュエリーだとか、そういったものはセレクトショップのオリジナルもいいんですが、ちょっとこだわったような専門ブランドが結構良かったですので、こういったものですねメンバーシップチャンネル
ャンネルでは詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて1本のですねライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で動画をお届けしています。気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもですね運営をしています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね毎日配信をしています。僕も毎日記事書いてますし、あとはですね僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれています。だいたい一記事ですね2分ぐらいで見れるような分量になっていますので、忙しい方はぜひこちらからチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。